はい、あれです。ゴンドラまだ乗れません。はい、なんかね、あの昼からしか滑れんのじゃないというふうに思えてきました。うん、八方尾根スキー場ね、今日が5月4日です。はい、でゴンドラまだ5、600人並んでます。でチケット売り場はさっきやっとようやく行列がなくなったみたいなんですけど、チケット売り場ね、朝200人ぐらい並んだったんだけど、ようやく列がなくなって、ってことはあとそのこのもう並び新たに並ぶ出す人がもう少ないから、この5、600人ここに、こっちが入り口なんですよ、ゴンドラの。こうやってくねってて、ここに200人あのダコ蛇型に並んでます。で200人ぐらい並んでて、300、400、500、600、あそこも蛇型ですね多分。並んでますね。でこれが履け終わるの、多分終わりまで履けないんで、うん、で今10時20分なんですよ。10時20分ね、うん、で、うん、新たにシャトルバスが来るのが11時半だから、うん、11時20分に並ぼうかなと思ってます。うん、11時20分になって、このゴンドラの列がねどうなったか、まあ、動画よりもコメント欄で書きます。はい、あれがなくなって、まあ、この辺まで縮んでるんじゃないかな。だからあの辺が最後尾になるんじゃないかな。でこうやって並んで順番が来るのを、順番が来るのが11時20分に並んで、12時半ぐらいか、うん、で滑り出しが1時半、1時半から、うん、ゴンドラの下りが何時だ、ゴンドラ下りが4時かな、3時半か。まあね、3時間ぐらいしか滑れないですよ。うん、だから今僕スノーボードとスキー両方やろうと思って今スノーボード履いてきたんだけど、やっぱスキーだけにしますわ。行ったり来たりできんわ、もう。うん、できない。で今日晴れでこんだけ混んだって。でね、晴れだから登山が多かったんだけど、朝ね、登山が5、スキーが5ぐらいだったんだけど、今この時間になってスキーがね8割9割かな、うん、であと登山と、スノーボードがねほとんどいないんですよ、うん、だから、うん、だからこの時間になってもスキーが、だから何が言いたいかというと、登山がいなくてもやっぱスキーだけで混んどる、うん、だから明日ね、天候が悪くて、登山が休みだったとしてもスキーだけで混みますよ、うん、明日天候悪いんで、なんだっけ、ゴンドラ動くかどうかわからないけど、明後日は曇りと晴れだっけ、明後日は営業するとしたら6日ね、営業するとしたらですよ。まあでゴンドラが動くとしたら、まあまあその空いてるかもしれないですね、登山が中止ならね、うん、まあまあまあどっちみちね、もう春になってから来るとこじゃないね、うん、あそこにしちゃよかった、イグッちゃんが、YouTuber イグッちゃんが上げとったさ、あそこ、志賀高原の、なんていう式場だっけ、志賀高原の、ごめんなさいね。で、その後どうなったかとか、コメント欄で書きます。で、僕は高須のパークと大難度中心です。うん。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。名前忘れた。まあ、コメント欄で書いておきますわ。あっち行けばよかったな。あっちの方がいいわ、絶対。うん、はい、ということでした。11時20分に並ぼうかなと思います。